塾の先生？そうです、塾講師をしていて、メインは英数で教えてます。英数ってのは英語数学？英語数学ですね。小学生から浪人生まで通ってきているので。44歳のおじさんでも通いますか？最近大人の学び直しコース作ったんですよ。あ、本当ですか？ぜひ来てください。振っててお悩みありますか？悩みは、まあ、アイアンだったらもう少しピン刺して、はいはい、ほぼほぼいつもピン狙えてる状態にしたいです。なんかボールがどっちかずれちゃったりとか、両方出ますね。両方出る。なんかニアピンとかあるじゃないですか、はいはいはい、いつも取れないですね。後ろ側から見たときに、よく一般的にはこの右の肘とボールを結んだラインっていうのが、まあ、本来正しくクラブが触れている時の、まあ、ヘッドの通り道、はい、だいぶ上からこう、多分なんかいろんな人に指摘されてると思うんですよね、はい、こうやってアウトサイドから降りてくるとインパクト付近のこの手の動きっていうのは不自然な形になるはずなんですね。これ今すごい手首がほどけてる状態、左の腕が体の正面からこれ外れちゃってるんですよ。で本来この辺まで手が降りてきたらもう少し腰がひねられてるはずなんですね。あ、でね、そこはねすごい打ちにくいところ。打ちにくいんだ。実際はこの辺まで腰が入ってるべきなんですね。なんかイメージだとスライスしそうです。なんかもっと腰を我慢しろって言われてきました。で、体の回転が速いとスライスが出るから、はいはい、これは私的にはあんまり良くない気がしちゃう。あ、これもともとほっとけば多分今まではこう回ってったと思うんですよ。そうですね、逆に我慢してきちゃったかなと思います。多分ね、誰かに多分教わった時にクラブフェースって基本的に開きやすいものだから、はい、開かないように体を使ってなるべく早めにリストを戻しましょうねっていう話があったと思うんですね。で、それ今常識それ違うんですよ。開きやすいから閉じるようにっていうのがちょっと前の常識だったんですけども、今はしっかりと回っていかなきゃいけなくて、で回れば回るほどフェースって閉じるっていうのが証明されてるんですね。なんか逆な感じしません？そうですね、これ左の腰と膝が固定されてない状態なんですね、体勢的に、はい、でこっちは固定されている状態。自分の中で振りやすさ感みたいなものが本来出なきゃいけないんですよ。でこれだと自分の動きを抑制して、とにかくボールがまっすぐ行くような形に教わった通りに頑張ってやってるっていう。そうですね、体は我慢させるっていう、はい、開きすぎないようにっていう意識が強かったです。はい、我慢すると動けませんでしょ、はい、動けなくなったら飛ばなくなりません？思い切って自分のやりたいように動くっていうのがやりたいように今後の、まあ、ベーシックな考え方。めっちゃ飛ばしてやるぞっていう感じですか？めっちゃ飛ばしてやるぞなんですけども、今この状態でじゃあ好きに打ってやるぞなんていうとまた泥沼にはまるので、はい、体が使えるっていう体勢をちょっと覚えてもらうっていうのが、はい、まあ、ちょっと今日のテーマかなって思います。はい、うん、あ、今ちなみにちょっと今の素振りもう一回やってみてもらっていいですか？インサイド。そうやって教わった。はい、アウトサイドになりやすいんでからインから下ろすって言って、はい、あ、これね絶対やっちゃいけない。ただ今のやり方がベースにあって、じゃあそれに対しての握り方、それに対しての振り抜き方っていうのがちゃんとアドレスからフィニッシュまで順序立ててできていれば、はい、特注はここでもいいんですけども、はい、この形ってもろもろ矛盾が生まれるんですよ。こうやって定感したらフェースって左向きません？向きますね、はい、左向く前っていうのは右を向いてる方がやりやすくありません？ああ、腕がっていう。こうするためにはこうしなきゃいけないと思う。ああ、そうですね。当たる直前直後ってフェースの向きが右向く動きと左向く動きが混在しますので、はい、でピンポイントに当てないとまっすぐいかないです。そうです、そうです、まあ、重心距離がなったらかんたらって回るからこう、はい、多分閉じたと思うんですけども、はい、結局もう閉じ始まっちゃうと閉じ続けるっていう構造なんでね。確かに。みんなこういう話理屈しますでしょ？はい、開きやすいんだよね。そうですね。でもこっち閉じすぎやすいですよね、閉じるのも早いですね。開きやすいっていうロジックじゃなくて、不安定ですよっていう話になるはずなんですよ。だから不安定なものを安定させるようにフェースの向きって使わなきゃいけないって話になるはずなんですね。ってことはこれ不安定、じゃあ2つやりますね、はい、不安定、手元が動いてってフェースをこう起こし上げてあげるとフェースって戻りますでしょ、はい、多分頭の中で手を止めて、はい、
入れ替えるとフェースが閉じるっていう風に多分やってるんですけども、はい、フェースの閉じ方ってこうなんですよ。腕に対して右側にシャフトをちょっと向けてもらって、でここでクイッと、はい、そうするとこれ以上閉じませんでしょ、はい、でも閉じてますよね。でそのままお尻を回してヘッドがボールに届くようにしてあげると、まっすぐだ、はい、でこれ以上被らないですよね、はい、でこういう時間が長く続いていって、これは前後は変わらないですよね、はい、でもずっとこうは触れないじゃないですか、はい、でそこで今腕の右側にヘッドがある状態に対して、ヘッド今上昇してますでしょ、はい、そのままヘッドの上昇に逆らわずに左右の腕の高さを入れ替えてあげると変わりましたよ。おくろを閉じたまま来て、そうそうやって振るのが本来の形、そう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 、でも当たりは気持ちいいです。で右が今直した方なんですね、うん、こちらの方が左足でしっかり踏ん張ってるように見える、うん、右の前腕でシャフトやグリップを押し込んでる形になってる、はい、でこちらが押せてない、うん、ちょっとパッと見分かりにくいんですけど、こちらも体が起き上がっちゃってるんですね、はい、でこちらの方が、胸の高さが保たれてるっていう、手を返すっていう動きがありましたけども、はい、ヘッドを走らせるっていう言葉から想像して、ちょっと素振りでヘッドを走らせる動きをしてみてください。あ、逆ですね。逆じゃあ勢いよく振りました。勢いよく振ってるけれども空回りしちゃってるんですね、はい、多分思いっきりヘッドを走らせようと思った時に、はい、手元をインパクトを当たる前後ってなんかどんな感じで動かしてるイメージでした？走らせる、やっぱりでも返しちゃってる感じはします。もっと体使っていくイメージの方が走るんですか？でこれは走らせるっていうのは、まあ、僕ネットの動画で二重振り子スイングなんて言ってて、はい、でまあ1個振り子ありますよ、はい、で腕も含めると2つになりますよ、はい、でそれらが大きくなってくると、まあ弧を描くようなクラブヘッドの動きになるわけですね、はい、だからヘッドを走らせるっていうとぐるぐる回す状態にならなきゃいけないんですね、はい、でそこで大事になってくるのが引き込む動きなんですよ。さっき言ったミクさんのイメージだと止めて返す動きとか、頑張って早く動こうっていう、はい、それっていうのは早く振ってるっていう感じで今全部やってるんですよ。だからフォロースルー取ってる時もこれ全部腕が目標側に流れてどん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 引っ張り上げるっていう動きがないんですね。ヘッドの走らせ方、はい、うん、ではなくて、仮にここにボールがあったとしたら、はい、結構走ってますよ、はい、こうしないですよね。あ、しないですね。でこれって今グリップが引き込まれて、まあ、先端が目標側、これを上下反転させた時にこういうことになりますよね。ちょっとこうはしないっていう、だから体は止めるよりかはしっかり回る、外引き上げて回転しますでしょ。外この当たる前後っていうのはフェースが安定して、なおかつ走る、すごいクラブがくるっと回る感じしますでしょ、はい、やり方が左腕のポジションってちょっと作っていくんですけども、いつもどの辺で持ってますクラブって？あ、その位置はなんで、その位置なんでそこで持ってるか、手をだらーんとさせて持つ、はい、持つ位置どうしてだらんとさせるか、どうしてわかんないです、はい、これですね、あの正しい場所っていうのは、はい、上腕と体幹が体の仕組み的に固定できる場所が1点だけあるんですよ。左のもものちょうどど真ん中あたりに左の手首をちょっとかざしてみてください。はい、そうです、はい、今この場所、この場所どういう場所かっていうと、この位置からちょっとずらしますね。この場所で動かないでください腕を、はい、辛いですよね。辛いです、はい、我慢できないですよね。でこれがまた上になって、はい、動かないでくださいねっていうと重いです、重くなりますよね、はい、でそれらが重くない場所がここなんですよ。うん、でこれも左右も同様、
ここでもきついし、うん、確かにここでもきつい。これが今脇が締まったっていうのを聞いたことあると思うんですけども、はい、これが締まってる状態なんですね。腕と体をなんか大体一緒にして左右回してみてください。はい、二の腕が体幹に対して動きませんでしょう。はい、同じようについてきます。今度はちょっと上にずらして、じゃあここでやってみましょうか。はい、ブレますね、すごい。めちゃくちゃブレますでしょ。ってことは今のでいくと体の仕組み的に安定する場所でまずこの形を作るっていう話になってくるでしょ、うん、そういう根拠のある姿勢がアドレスからトップインパクトフィニッシュまで全部の形であるんですよ、うん、手をだらーんとさせて持つ、はい、持つだから多分教わった時に手は体に対して拳何個とか、うん、最初そうだったと思います、はい、教わりましたけども、その場所っていうのはその場今の場所なんですよ。そうすると感覚の中で、はい、なんかパコッとはまる場所がありますでしょ、はい、この今手のひらの向きも指先が自然に曲げ伸ばししやすい場所なんですね、はい、でこれがもしも、はい、曲げ伸ばしするとここきつくなりましたでしょ、はい、この辺ですね。この辺も曲がりにくい、曲がりにくいですよね、はい、でこれを、はい、これも曲げにくいですよね。手のこの辺にこうちょっと張りが出ちゃう。そうですね、はい、でそれらがない場所がここなんですよ。そうするとなんかそのままグー、はい、した時のこの手のひらのライン、ここのラインでまず持つっていうのがクラブの動きの基本なんですね。でここから今度は、はい、右手をクラブの重さを感じるように、はい、持つと右肘を軽く曲げると左右の脇が均等に締まったの分かりますか、はい、今この手と体の距離っていうのがここが正解ってことなんですね。そうすると上腕と体幹の一体感を作れてますよっていうところ。インパクトっていうのがだいたいこの腕とこのヘッドの位置関係がインパクトにしたんですね、はい、インパクトっていうとここ想像しますよ、はい、ここです。このクラブの頭がお尻だけ回してくると、さっきあの左の脇腹がこう固定されてるっていう状態でしたよね、はい、そうするとずっと足並み揃えてますでしょ。で今これ右の肘から先でグリップを押せてる感じしません？はい、ハンドファーストのイメージ。これがあのシャフトを押せてる体勢、はい、でこちらは返しに行ってる体勢、だから今この腕の正面に対してこのぐらい右側にヘッドがある状態っていうのが本来の場所なんですね、うん、さあさあさあ、この形作ったまま押し込むイメージ。そうです、押し込みますうん、いいじゃん、トップばっかり。体ってどうやって回します？じゃあ振り上げのとこから、はい、振り終わりのところ、はい、どこまで自分で回してるかってちょっとやってみてください。もう体このまま流れてます多分。そうです、あの振り終わった場所って多分ここだと思うんですけども、はい、ここまで自分で回しに行ってますでしょ、はい、でこれね回しちゃいけないんですよ。体回す限界ここまで。だから大体このあそこまでしか回らないんですよ。そこが限界ですよね、はい、でそこにちょっとさらに右の脇腹ちょっとだけ押しますね、はい、あここが回る場所なんですね。背骨を柔らかくしないと。そうなんですで背骨が硬いんですよ、はい、あでもそこはすごい実感したことがあって、プロのスイングと見比べると、はい、プロはみんなここで反ってるんですよっていうのが自分には全くなくて、そのまんまこっち側に体重が丸々流れてるなっていうのはその通り見て気づいてました、はい、さっきの脇の固めたフォームなんですけどね、はい、これ今もう右肩が被ってるんですね、はい、で状態がこれもこっちに流れてるんですよ、うん、はい、早めに体が目標に向いちゃってる、いわゆる開いてるって状態なんですね、うん、ミクさんすごい腰が硬い、反るのが硬いんだと思います。そうフォローするってどのくらい腰を反るかっていうと、脇腹をちょっとこのぐらい手を下げて、あそうそうそう、で少しだけ胸を、はい、上げます。このぐらいなんですね。苦しいです苦しいですよね。そのまま体重をちょっと左足に乗せてお尻を左へひねってみてください。でも苦しいです。この辺でこれはちょっとストレッチをしなきゃいけなくて、はい、どうやったら柔らかくなるんですか。じゃあ一回ちょっと胸を、はい、ぐーっと、あそう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 、あもうこの時点でなんか、あ伸びてるななんて思ったら、はい、もう相当普段凝り固まってますね。そうなんですよ、パソコン向いてること多いです。パソコンばっかり、はい、で今度は手を頭の後ろ、はい、あ左手で、はい、持ったら、はい、あ凝り固まってます多分。硬い、あ肩こりとかも激しいんです。めちゃくちゃ結構そうなんかデスクワーク感がありますねあそうですね。そしたら今度は、はい、手を前習いの方ですね、はい、で遠くのものを取るようにぐーっと、そうそうそう、
でそこで顔をなるべく鏡の方に、はい、そうです。これきついですか？はい。じゃあ反対。でも伸びてる感じします。ここで伸びてる感じしますよね、はい、ただここで伸びてる感じがあったらこの後もうちょっと負荷がかかります。そしたら今度はちょっとお辞儀、ちょっとお辞儀、はい、ちょっと負荷が上がります、はい、今度は斜め下、はい、遠くの地面のものを届かせる、硬い。でここでお尻をもう少しひねってみましょう。でも気持ちいいです、伸びてませんし。でこれがもし気持ちのいいっていう強度であれば、はい、どんどん体って緩んでくるぞ。普段ずっとやった方がいいってことですよね、打ちっぱなしとか行くときも。そうです。今度は腰を左右に動かす、はいはい、そうでしっかり動かしてくると喉の付け根のあたりって動きませんでしょ。ここ二軸があるから。はい、そうです。ちょっとひねりを加える。はい、そうです。これも腰が伸びてきますよね。でこうちょっと回してくると少し胸が伸びる感じしますか？はい。今これ正面向いてる胸が左右ちょっと広がる感じしません？あ、そう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 。で左胸が目標を向いてきますよね。はい。こういう体勢が取れると今左の膝って安定してますよ。はい。さあ、じゃあ手を、はい、温まりましたね、はい、じゃあ今度は手を当てて、はい、頭の位置を変えずに今度左側ちょっと回ってみましょうか。ストップ、はい、さっきよりちょっと負担少なくなりましたでしょうか？あ、そうですね、回りやすくなりました。そうです。でそこから先は頭を少し起こして、これ今曲がってる背骨をちょっとまっすぐにしてみましょう、はい、ちょっと最後まで回りますよ、はい、フォローするの後半っていうのがどちらかというと回るじゃなくて起き上がるなんですよ。ここからここまで回って起き上がる、起き上がる、そう、そうするとフィニッシュになりますでしょ、うん、さっきは今の場所をこうすっ飛ばして、はい、いきなりここに行ってるんですよ、はい、体が硬い感じですよね。そう、そう、だから右胸がそう下を向いてる時間を長く作る。そうそうそう、さっきこの辺でしたよね、はい、そこまで、はー、うん、そのままストップ。でちょっと辛かったら頭少し起こして、はい、はい、ここになります。ひぃ、そう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 、そうすると頭の位置が変わらないですね。なんかうめき声が。トップばっかり。お、上手。うん、いいでしょう。いやでもなんか軸がちゃんとしてる気がします。あ、そうですね、軸があるまま回るからここでこの反る動きがこう出てくると、こう流れて打ってたから軸がない、はい、あ、でもちょっと回転してきた気がする。だいぶ変わりましたね。あ、でもなんか求めてたものです。このプロはやっぱりこういうところがアーチができてて、そうなんです、綺麗だなって思ってたんで、はい、で体重もしっかり乗れて、うん、で胸がちょっと下を向いてるっていう状態が作れてるんですね、はい、こちらも起き上がっちゃってる。背中が丸まらないですもんね。背中こっちも硬いですよね多分ね、はい、他でも結構柔らかいねって言われること多いんですけど、他は手の肩とかは多分ね、あの体幹が硬いからその動きを股関節で補わなきゃいけないから、だから硬いところの反対側って緩むんですよ。こうやってこうなんか体をこうもうぐにゃぐにゃにできるようにしないといけないんで、できます。全部痛い。全部痛い。やばいっすかね、あと50年ぐらい人生。まあでもなんとかなりますよ。これちょっと右手で振ってみてもらっていいですか？短い。ざっくりでいいです。はい。この右手一本で普通に振ってくださいっていうと必ず間違えちゃう動きがあるんですね。何が起きるかというと必ず体の右側にこうリリースポイントができちゃうんですね。あ、本当だ、はい、すごいずれてますでしょ、はい、ここに戻ってこなきゃいけない、はい、でこうやって返しちゃうんですね、はい、でそうした時にじゃあなんで起きちゃうかっていうと腕を後ろに引いちゃうんですよ。みんなこれ今胸伸びてますでしょ、はい、ここに上げちゃいけないんですね。なんでか分かります？クラブの遠心力が右側にずれちゃうんですよ。要は後ろに振り上げてるわけですよね、はい、後ろに振り上げたものに体の回転ミックスされると遠心力どっちにかかります？外側を。外側ですよね、はい、前方かつ外側なので、はい、僕のこの立ち位置からすると右前方ってことになりますよ、はい、ということはもうそっちに遠ざかっちゃうってことなんですね。まあ、上から見たらここに立ってるわけですよね、はい、まあ、振り上がったクラブが右前方に振っちゃうと、はい、こっちに動くってことになりますよね、はい、するとここにあるものに対して離れちゃいますよね。で戻してくるためにはこう回ってきますでしょ。
そうするとこうなりません？クラブって。そうですね。こうなればこうなりますよね。その場所もさっきのアドレスの状態と一緒で固まる場所があるんですよ。はい、ストップ。で今これここ力っての分かります？はい。でここ詰まってるの分かります？はい。その詰まりがです。合っちゃいけないんですよ。ここは正解なんですね。ここって今右の肘ってスッと下がりますでしょ。ちなみにさっきの場所は下がんないですよね、はい、で下がるってことはさっきの遠心力の話が体の中心に、はい、手のモーメントを作りますでしょ。でそこにこの腕が下がってる割合と同じ分だけ体をこうやって回してくるとクラブヘッドの重さでこっち側にクラブと落ちるんですね、はい、じゃもう一回落としてみましょう。はい、落としてそうするとここ来ますよね。そうするとグリップを今引いてる感じしません、はい、体全体で引いてくると、はい、ハンドバースになりますよね。トップの位置から先はまあなんとなくでいいんでそのままくるっと回っちゃいましょう。ここからさっきより振りやすくありません？はい、無理してないです。体の回転でクラブが振りほどかれる感じになりますよね。で今の場所っていうのはちょうどこう電車でいうとつり革を使う場所と一緒なんですよ。うん、そこが一番こう中間ですよね。これもこんな風に持ったりとか、はい、こんな風に持たないわけでそこと一緒。そうするとなんか体の正面に手がある感じしません？はい、でそこから体が素直に回ってクラブがこうやって、この方向に落下してくるとそのまま体回るだけでヘッドってボールに戻るんですね。コンパクトだけど遠心力を感じるようなスイングになってきた気がする。あ、いいですね。最初が左側の画面でしたね。本当だ、全然違う、はい、だからこうやってあの遠心力の管理をしなきゃいけないっていうところがまあ大事 で、うん、でそれがあの目先のやりやすさにこうどうしてもはまってきちゃうと左側の画面のような型になりやすいんですね。うん、ね、だいぶこれってインサイドからクラブ。本当だ、自然に降りてきた、ね、うん、そうなんです。振り下ろしてくるときにシャフトの軸回転って考えたことあります？でクラブってあの回転しながら降りるんですよ。例えばこういう状態ゴルフスイングだとして、はい、一切これシャフトに回転かけないともうこういうことになりますよね。はい、回転かけますね。おー、綺麗。はい、よかった、あの軸回転が発生してるんですよ。おー、でそれをさっき軌道だけ考えてこうやって下ろしてる、はい、そうしちゃうとあの正しくクラブのトルクがかからないんでダメなんですよ。こうやって下ろすと回転しないですよね、はい、さっきこれだった、はい、じゃあ回転させますね。回して回してヘッドの先端どんどん下がりますでしょ。腕の右側にヘッドを残したまま回して回って体も回って回って回って、そういうこと。へえ。そう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 。面白い。そう、回しながら下ろすんですね。そうすると体の回転と連動しますよ。はい、芸者さんになった。芸者さんになったみたい。こんな感じでちょっとまあクラブをそう下ろすんですね。右に残して、はい、 OK、 そう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 。体が回るとクラブが振りほどかれる感じになりますでしょ。はい、でその振りほどかれる力は体の回転が速くなるともっと振りほどけそうな感じしますね。はい、そうするといっぱい回ろう、回すためには側屈しよう、側屈するためにはストレッチをしようみたいな感じで、どんどんこう話がつながってくるんですね。振ってみたいです。あ、いいです、はい、で、OK、感じ。これまでよりも力は入れてないけどしっかり当たってる感じがします。ダウンスイングで前の方がちょっとクラッカー掘り出されちゃう。左が最後、
でこういうふうにまあ振り下ろされてくると、まあ、さっきで言うとクラブの感性がちゃんとボールに向かってますよっていうところになるので、うん、あの効率よくボールに行くんですね。というか腕の右側にまあこう打ってましたでしょ、これ今腕の右側でいくと、まあ、こういう体勢になるわけですよね、うん、正面に対して右にありますよね、はい、でここからシャフトを立てると、あシャフトを上昇させると、この動きで上昇させると、うん、こっち来ませんでしょ、はい、でこれを返しに行っちゃうとこういう風に流れちゃうんですね、うん、最初はそうでしたね。そうです、そうするとこれもまたすごいフェースが被りすぎちゃう、うん、でこう下げるとフェースの向きってあんまり変わりませんでしょ、うん、で最初の時にやっぱりちょっとその誤解が結構あったので、うん、その辺はちょっとやっぱりやりにくい動きをわざとやっちゃってるのかなっていう。結構でも教え込まれました、ここで返す動きっていうのは、なんかこうくるんと返るでしょみたいな、はい、で一周スイングとかでも結構そう、あのこう描くっていう目的では一緒なんですけども、結局まあくるんとこっち行っちゃうと、うん、その前の動きってこういう動きを連想しますよ、外これってアウトサイドインに、うん、まあ、なりやすいんですね。本来だったら同じ回るであればこう回んなきゃいけないんですよ。そうすると体止めないでしっかりこう右を押し込んでいくっていうのが、まあ、本来の形なんですね。だから走らせるじゃなくて走らせる、